針を使わないホチキスの人気が高まり、売り上げが伸びています。商品は10年以上前からありますが、最近になって改良が進んだ上、環境に優しいという面でも需要が急増しているということです。うん、最近の売れ筋商品というようなところで、うん、今日のニュースなつぼはね、行ってみようかなと思うんですけれども、はい、うん、そこに代表されるのが、針を使わないホチキス。うん、はい、坪井さん実は、うん、この針を使わないホチキス今だから流行ってますよって話なんですが、はい、もうずいぶん前から使ってますよね。この番組がなんか始まってすぐぐらいに、だから10年15年、そのぐらい。だいたい文房具好きなんで、ええ、用もないのに文房具屋行って、面白いいうものを買ってくるんですけども、うんうん、はい、それもその中の一つだったんですよね。はい、そもそもこのルーツというのは、うん、大正時代に実は針なし紙つづり機っていうんですかね、そのまんま言ってみれば針なしホチキス、うん、あったそうで、大正時代から結構歴史は古いみたいなんですけれども、うん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 、ちなみに坪井さんが使っている番組で使っているこの針なしホチキスは、うん、これもう3代目そうです。そうですね、はいはい。今のものはね、結構長いですよ。7年以上使ってる。うん、割と、最近のものに比べれば大きめ、卓上型な感じで、はいはい、おしゃれなんですよ、デザインはね。うん、ちょっとこう、イルカの、こう、流線形の形をしたような。そうそう、いいでしょ、これね。そんな感じの銀色のね。うん、はいはい。針なしホチキス。うちらガッチャンって言ってますけど、ね。ガッチャン。ガッチャン。ガッチャンってなるんで、ガチャンって言ってましたけど。はい、で、さっきから私、ホチキス、ホチキスって言ってますけど、これはね、実は商品名。うん、アメリカの会社がつけた商品名で、なんとなくもうあんまり浸透してんで、総称として言ってますけど、本当はね、ステープラーっていうのが本来の総称なんですって。はい。で、針なしのものっていうのは、日本が発祥なんです。あんまり外国では見かけないと。なるほどね。はい。で、どういうものかと言いますと、皆さんご存知でしょうかね、うん、紙そのものに小さな穴を開けて、これその針なしホチキスによって、いろんな形があるんですけれども、うん、その切れ端が次の紙の穴とこう噛み合うことによって、うんうんうん、紙と紙がくっつく仕組みで針がいらないというところなんです。その組み方っていうのはホチキスによって違うんですか、ね、そうなんです。いろんな会社がいろんなね、はい、組み合わせ方ね、だから穴が1個だけのものもあったり、うん、2個3個つくものもあったりするんですけれども、うん、はい、で発売された頃、だから坪井さんが使い始めた頃ってことかな、うんうん、小さいものはコピー用紙 3,4 枚を留めるのがもう精一杯で、そうです、ちょっと分厚い5枚6枚になってくると、うん、なかなかちょっと無理やった。坪井さんもよく、ああ剥がれた剥がれたわって言ってましたもんね、当時はね、うんうんうん、で買い替えになったんですけど、はいはい、そういうまあものだったんです。でも最近は改良されまして、小さいものでも10枚ぐらい留められるようになったり、うん、ですごくコンパクトになって持ち歩きもできるようになったりとか、うん、値段自体も数百円から1000円前後とかなりお安くなりました。これいくらでした、うん、坪井さんも。これ何千円としましたよ。結構高かったですもんね、はい、だからそこからかなりお安くなったということで人気に火がついたと、うん、でさらにですね、最近日本で開かれた国際通貨基金 IMF ですね、うん、この世界銀行年次総会、ここで、まあ、世界中の人たちが集まるわけですけど、うん、そこでですね、各国の事務所に配られたんです、うん、そしたら大評判、革新的な商品だってことで、うん、これいいねってことになったので、やっぱ世界にないんだね、そういった驚きを見てもね、世界各国でも販売されるようになるんじゃないかなんて期待もされてるんです。いいことです。何がいいかというと、針を使わないので、まあ、その分エネルギーがいらない、環境に優しいっていう直接のありますよね、うん、金属をね、うん、無駄に使わなくていい、はい、それからシュレッダーにそのままかけられる、針をピーってこうそうなんです、シュレッダーとかしなくていいので、ホチキスの針外すの結構めんどくさいですからね。そうなんですよね、はいはい、で異物混入に神経を使う食品工場なんかでも、事務所なんかでも重宝されているということなんです。ただしちょっと紙に穴が直接開きますので、うん、それが困る書類とか使えないとか、うん、止める場所をちょっと工夫する必要があるとか、ここ字が墓入っとったけどなんて書いてあったっけみたいなね、うんうんうん、気をつける必要があるとかいうところはありますね、はい、うん、はい、で、まあ、デザインやカラーなんかも随分とね、こうやって人気が出て価格も安くなりましたので、うん、バラエティ豊富になりました。女性子供でも使いやすいものが増えたということで、今年になって従来の、ね、針のある普通のホッチキスの大体3割に当たる売り上げを占めるようにまで拡大したと。やっぱりね、去年までは1割ぐらいだったのが、もう躍進ですよね、うんうん、はい、まあ、坪井さんからすると何を今更言うかですね、そうそうそう、するかもしれませんが、うん、はい、針なしホチキス今大変売れているそうです。なるほど。で
せっかく調べたので、ついでに今それで他にどんなものが結構今売れ筋ということでね、うん、人気があるのかななんて、うんうんうん、違う業界のものも調べてみたら、はいはい、はい、すいません、私が調べたんで食品に行っちゃいました。はい、マルちゃん製麺。食品行きましょうか。食品で行きました。はい、マルちゃん製麺、うん。はい、これインスタントラーメンなんですけど、最近大ヒットということで、これ東洋水産が去年11月に発売した、うん、インスタントラーメンの中でも袋麺です。うん、はい、カップ麺じゃなくて袋麺ね、うんうん、で生麺のようなコシのある食感で大人気、うん、1年で2億食突破ということで年間100億円を目指して販売していたんですけれども、はいはい、なんと200億円に上方修正、売れに売れている、すごいね、一時品薄となって店頭になかなか並ばなかったんだけど、うん、生産ラインを増設して対応したという本当の大ヒット商品ですね、うんうん、はい、加工食品の世界では10年に一度あるかないかっていうぐらいの規模の大ヒットなんですって。何がこれすごいんですか。あのね、マルちゃん製麺、一般的な袋麺は油で揚げてある麺が多いんですけど、うんうんうん、このマルちゃん製麺は生麺を一度ほぐして乾燥させる新技術、うん、生麺うまいまま製法っていうのを採用して、うん、乾燥麺なんだけど滑らかでシコシコした新食感が味わえるということで、なんかインスタントラーメンじゃないみたいってことが大人気だそうですよ、うんうん、でここ売ってる東洋水産は日本では日清に次ぐ業界2番手なんですが、うん、海外で一生懸命やってきたというところで、うん、アメリカでは即席麺市場のシェア6割、メキシコでは8割、すごいね、まあ、大きい会社なんですね、うん、ただ今年ものすごくヒットしたんですけれども、うん、広告宣伝費がかさんでいるということで、利益、貢献はあまり大きくないということで、来年以降で元を取っていこうと。投資の時期だったんで ね、今年はね、はい、はい、ということでこのマルちゃん製麺大人気、はい、袋麺は僕もいいなと思いますね、うん、可能性がいろいろできるわけですよ、はい、物理的にならば、うん、カップ麺は100度のお湯を注いでその瞬間からお湯が冷めていく、その中でなんとか、うん、処理していかなきゃいけないということですが、常に100度のザーッとやりながらこう茹でるもんね、茹でるというところですから、いろんな可能性がもう一つ出てきますからね、はい、袋麺っていうのは、うん、本当にちょっと美味しいの食べようかなと思うときは、はい、袋麺というのが僕のまあスタンスですけどね、スタンス、はいはい、この手の商品にはいろいろ、ね、コメントできます、失礼いたします、はいはい、あとね他にね流行ってるものでいくとね、ノンシリコンシャンプーなんていうのもありますね、うん、よく最近コマーシャルで聞くかもしれませんけども、この言葉が出始めて、まあ、知ったのは要するに今までのシャンプーじゃシリコン入ってたんだということですよね、でシリコンっていうと、つぶさんがシリコンっていう時の話題っていうのは、はい、オカマバーでの話題です。そうそう、シリコン最近さあんまり巨乳って流行らないから、シリコンでもやっぱり入れる量が今とっても少ないんですと言ってました、はい、いうようなね、はいはい、そんなシリコン、あとは料理グッズ、なんだろう、こうヘラとかね、はい、そういうの最近はね、しゃもじとかでね、はい、シリコンありますけれども、こう、まあ、いろんな用途に使われてるんですけど、化粧品にも使われていて、シャンプーに配合する場合は洗う時にギシギシしないとか指通りを良くするためのいわゆるコーティング剤っていうことだそうです、うん、で実はそれほど体に悪いものでもなく頭皮に影響を及ぼすと言い難いなんていう意見も多いと、うん、はい、ただまあシリコンが多く含まれたシャンプーを使っていると髪がコーティング剤ですから、うん、されているためパーマとかカラーなんか美容院でするときに薬品が浸透しにくくなるってことはあるそうで、うん、美容院なんかでは使っているシャンプーノンシリコンのものが多かったりはするそうなんです。だからノンシリコンの方がいいのかそうじゃないのかってことは結構意見は分かれるらしいんですけれども、うんうん、最近はシリコン入ってませんよというね、そういったシャンプーなんかがとても人気を集めていると、なるほどね、はい、いうことなんだそうですね、はい、はい、いろんなものがまあ流行っているということではありますけれどもね、うんうん、乗り遅れるとちょっと寂しいかなという感じがしますので、いろいろと調べてみました、はい、文房具は任せておいてください、はい、いつも文房具でうろうろ暇な時にうろうろするのが趣味ですからね、はい、針なしホチキスは、ね、結構早くから使ってました、はい、ということでございます。